どうもこんにちは、ネツです。ということで今ね帰ってきました。で、帰りがけにねちょっと電気屋さんとかあとスーパーとかいろいろお買い物行きたいなって思ってたんだけど、ちょっとなかなか行く時間がなくて全然行けてないんだよね。でも欲しいし、でも買いたいし、でもどうしようかなと思ってたら、皆さん、あの日が来ました。年に一度のフライデーセールです。まずバッグ置く。ブラックフライデーのセール、どこで買うかというと、私はやっぱりアマゾンです。ということでアマゾンはね、やっぱり買いに行かなくても届けてくれるからすごい便利だし、いつもね欲しいものがね絶対手に入るんですよ。俺はねアマゾンヘビーユーザーです。で、届いたのがね、これ一つ目、アサギヒルゲユゲのこのお味噌汁セット。まあ、実はちょっと巻いてるんだけど、このアサゲ、この生味噌タイプのやつ、普段からね結構よくもうお世話になってるんだけど、このねタイプも実は前から買ってて、俺これ完全リピ商品なんだよね。開けていくということで、まずは一つ目こちらでございます。どう、これもうほんとは外にねフィルムついてたんだけど、フィルムもうすぐ食べちゃおうと思って外しちゃいました。で、これはねさっきも言ったんだけど、すごいリピ商品で、普段はねアマゾンで1166円付近でちょっと変動あるんだけど、今回ねこのブラックフライデーセールではなんとこれお値段840円でございました。いや、これはマジヤバいんですよ。どうヤバいかというと、まずアサゲ、ヒルゲ、ユゲって入ってて、これ全部でね30食分入ってるんですよ。で、やっぱり普段からねスーパーで見かけるのはこの生味噌タイプで、中はさもうねいつもながらにこんな感じに別々に入ってるじゃん。こっちはね中がほらこんな感じで入ってて、見てこの袋、実はこれ全部粉末になってるんだよね。だから普通の生味噌タイプよりもすごいね保存も効くし、味もね全く変わらず美味しいから、本当にこれリピ商品なんだよね。でもやっぱりこれなぜかわからないけど、いつも買うたびに思うこと、なぜかアサゲが一番数多いです。なんでだろうね。マジでおすすめです。もうなんかこれめっちゃいいよっていうか、もうなくちゃいけないやつになった。はい、ということで、お次はね、もちろんお味噌汁だけじゃございません。冒頭でね、電気屋さんにも行きたいって言ったんだけど、俺ね、何が欲しいかっていうと、最近ちょっと Bluetooth スピーカーみたいな、なんかちょっとリビングとかお部屋で聞くようなスピーカーが欲しいと思ってたので、まあ大体予算5000円ぐらいでいいやつないかなって思ってたんだけど、もうね、今回の Amazon さんみたいなやばかったよ。もう前から実は気になってたんだけど、これドゥルーン、こちらエコードットを買いました。まあ、これはねこの間の動画でもちょろっとだけ姿を出したんですけど、これめっちゃ気になってたんですよ。で、今回のセールを知る前から実はこれ見てて、4980円で売ってたんですけど、なんと今回のセールでこれカゴ見たら1480円になってました。すごくない？だからさっき予算5000円ぐらいでって言ったんだけど、1480円ってめっちゃ安いじゃん。何パーセントオフだって。いや、よくわかんないけど、とにかくめちゃめちゃお得だよね。Amazon エコードットが、今回買ったのが第3世代のやつで、色はね、チャコールって書いてある。なんかブラックっぽいけど、なんかチャコールなんだね。いや、これ開けるのめっちゃ楽しみなんだよね。ただ、俺は、ちょっとアプリをダウンロードしたりとか、Wi-Fi 設定とかちょっと苦手だから、不安だけど、やっていこうと思います。え、待って、本当にアマゾンエコードットだ。すごー。これ欲しい理由があって、なんでかっていうと、一回言ってみたかったの。アレクサ、丸々して。ってやつ言いたかったんだよね。それが言えるってことでしょ。やばい、楽しみ。ってことでこれ出していく。オープン。おお、蓋の後ろにアマゾンのあの笑顔のマークだ。笑顔か矢印かわかんないけど。え、ちょっと待って、いくよ。みんな先に見せるね。オープン。デリン。うん、オープン。デリン。おお、見てこれ、この黒い丸の状態。ってことで出していきましょう。オープン。ルルルルル。おお、よくアレクサって話しかけてるやつ。え、すごくない？え、やばい、質感やばすぎ。で、他にも中にいろいろ入ってて、ちょっと中の付属品出してくね。中のものね全部出してみるとこんな感じだった。コンセントと本体と、あとはね説明書っていう感じだよね。なんか説明書もさ結構読みやすそうな厚さで、なんか俺でもできるかも。ってことでね、まずフィルム剥がしていく。結構重量感はある。なんか情報によるとね、音楽聴けるっていうのがあるから、ちょっとねそれがやりたくて俺今回買ったんだよね。あとなんかタイマーとかもできるらしいんだけど、機能とかって後で説明書を見てみよう。で、開けてみるとほらこんな感じ。この上の部分がね全部なんかシリコン素材になってて、横がねよく Bluetooth みたいなスピーカーで使われてる素材、あのダイソーさんとかと一緒のやつで、裏側にはねなんかねこんな感じで4つボタンついてるんだよね。え、なんかこういう掃除機ありそう。
あ、ていうか説明書じゃなくて試してみようっていうこのカードにね、やれること書いてある。なんか一つは音楽を楽しむってやつで、Amazon Music とかもね、対応してるから、多分契約したら音楽いろいろ聴けるってことだよね。で、音楽が聴けて、アレクサに質問ができるらしい。今日は何の日とか、1日は何センチとか、質問ができるらしくて、他にもスケジュールやリストの管理、あとはスマート家電を声で操作するらしいよ。で、他にもニュースと天気、友達や家族とのコミュニケーション、スキルを使ってアレクサをもっと便利に、人気のスキル教えて、じゃんけんしよう、スキルのランキング教えてとかって、これはまだよくわかんない。で、あとはお買い物をするとかで、水を注文してとか、最近の注文状況教えてって、聞けるらしい。すごくない？じゃあアプリがね、ダウンロードできたから、次はね、先にコンセントをつけていこうと思います。コンセントどこだろう？ここかな？電源差してみたらね、見て、動いた。すごくない？ほら、すごい。めっちゃ綺麗じゃん、これ。やば。あ、なんか色変わった。こんにちは。それでは、セットアップを始めましょう。おー、すごい。アレクサアプリをダウンロードしたら、アプリの指示に従って、画面はこんな感じで出てる。エコーのセットアップが終わりました。こんにちは、アレクサです。こんにちは。はじめまして。これから、私と一緒に試せる4つのことを紹介します。はい。終了したいときはいつでも、止めて、と言ってください。では始めましょう。私に話しかけたいときは、まず私の名前を呼んでください。アレクサ、お誕生日おめでとう。スペイン語でなんて言うの？お誕生日おめでとう。を、スペイン語で言うと、Feliz cumpleaños。え、ちょっと待って、すごくない？これもう普通にアプリダウンロードして、あとはね、電源挿した時すごいいっぱい喋ってくれた。え、なんか他にもさ、いろいろ書いてたりはしなかった。すごい簡単。これはもう閉じていいのかな？はい、ということで、まあ、とにかくね、これできたみたいだから、ちょっとね、話しかけだけしてみる。アレクサ。なんもない。あ、切れるのね。なんか、さっき喋ってる音もすごい重量感あって、なんか低音もあったし、しかもね、すごい音質良かった。これ家で聞くぐらいだったら、めちゃめちゃもう最高すぎるよね。で、上にもね、ほら、こんな感じで、ボリュームがね、大きくなるやつとか、小さくなるやつとかあって、いろんなね、機能ついてそうだから、これはまたちょっと後日ね、いろいろ使ってみて、感想とか、機能とかね、またみんなに言おうと思います。ただちょっとやっぱり試してみたくなるよね。ってことで、アレクサ！わかりません。ごめんなさい。どういうこと？アレクサ、お味噌汁の作り方を教えて。クックパッドがお答えします。お味噌汁ですね。簡単。おでんの具巾着のお味噌汁を作りますか？いいえ。では、油揚げと大根と人参とさつまいもの味噌汁を作りますか？いいえ。では、大根とブロッコリーともやしの温か味噌汁を作りますか？終わりで。またいつでも声をかけてくださいね。おっと、すごい。え、これすごくない？マジで。全部クックパッドとかのレシピもね、探してくれるんだ。え、じゃあ、あ、一個聞いてみたい。アレクサ、レッチャンネル公式を検索して。指定の操作は、このデバイスではできません。はい、ありがとうございました。Fire TV デバイスが見つかりましたが、これを使いますか？いいえ。わかりました。声で、Fire TV も全部操作できるってこと？すごくない？やばすぎでしょ。ちょっと待って、あと最後音質だけちょっと検査したいよね。アレクサ、フリー BGM をかけて。Amazon Music でフリー BGM の楽曲を再生します。ところで、好みの曲が再生されたら、アレクサ、この曲好き、と教えてください。あなたの好みを覚えておきます。この曲好き。そこは反応なしかい。これはね、マジで本当にいい買い物したかも。また後日使った感想は言います。あと機能とかも言います。今日は接続だけでもうお腹いっぱい。あ、お味噌汁か。はい、ということで本日は Amazon のブラックフライデーセールで買い物をしてみたでございました。Amazon のブラックフライデーセールはあと3日やってるようでございます。もしね、 Amazon のブラックフライデーセールでこれ買ったよとか、あ、急いで買わなきゃ、え、これいいねって思った人はコメントにて教えてください。みんなのブラックフライデーセール何買うか気になるんだよね。もちろん Amazon 以外でも買ってもらったらみんな教えてね。こちらの動画に高評価とグッドボタン、チャンネル登録をぜひとも皆様よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram、公式 LINE、LINE LIVE、そして TikTok も始めました。よかったら追加とフォローよろしくお願いします。本当にみんないつも来てくれてありがとう。また明日お会いしましょう。バイバイ。いや、マジ Amazon エコードットやばい。